はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、散歩系の実況をしていきたいと思います。というわけで今日はですね、だいぶちょっと時間が空いちゃったんですけど、ですね、武将の、カードイラストとボイスの、紹介動画、職軍編をやっていきたいと思います。まあ、前回ね、リオやったので、で今回は男性武将をやっていこうかなと。男性武将編です。うん、でボイスはね、散歩系版も対戦版も同じだと思われるので、一応前回ね、リで検証はしたんで大丈夫と思うんで、というわけで、男性武将サクサクいきましょう。上からいきましょうか。じゃあ趙雲から。あそう長押しなんですよ。いやー、いいですね、かっこいい。ほんとね、後がいます。後がね、やっぱなんか馬に乗ってる趙雲はなんかね、なかなか良かった感もありますが、これはこれでいいでしょう。はい、というわけでボイスいきましょう。超司令長谷参事だ。一心を捧げる。水産かける。囚われた者を解放せよ。超司令戦場を一気かける。ここで倒れるわけには。弾を守れたのだ。これ以上何を望む必要がある。ただ主君のためこの部を捧げよう。はい、というわけでいいですね。さあ次がね、劉備。まあいいか、イラストは全部見てるからね。そう版散歩系版。先にね、あの対戦版手に入っちゃったから、こっちの育成あんまりしてないっていうね。まあぶっちゃけイラストどっちがいいかっていうとね、どっちもどっちだよね。どっちもどっちって言うと言葉悪いか。どっちもいいというか。ぶっちゃけこっちがちょっとね、こう横向き加減なんだけど。まあ対戦版の方がね、まあ正面向いてる感じなんですけど、あれはあれでやっぱいいよなって感じがするんで。いいですね。というわけでボイスいきやすい。お前も俺の器に入れてやるぜ。徳の力だ。旗揚げと行くか。よっしゃ。この城俺にくれるのか。乱れたよう俺たちが塗り替えるんだ。何回聞いたかね、このセリフをね。また流浪の日々かよ。新しい天下を見たいなら俺と一緒に行こうぜ。さて中華を俺の手で救ってみせようか。はい、いいですね。でこっちが対戦版。でもね、こっちの方が個人的にはやっぱ好きかもしれないな。なんかいいですよね。なんか横向きもいいんやけど、やっぱ剣とかも映ってるし、なんかこっちの方がなんか劉備感があるかな、なんとなくね。あくまでも個人的な感想です。で、次が関か。そうか、よく考えたら、忘れてた。前回、あれですね。でも今んとこ大丈夫か。なんか、なんだかんだで、この上から順っていうよりは、すぐ比較で、イラストを比較できるようにやってたんだよね。よかった。でも、趙雲はね、どっちみち、対戦版が確かまだないのかな。なので、次、関だね。そうだね。なんか、すっかり忘れてた。こっちのガンをやばいよね、これ。いやー、イラストで言うとね、完全にある意味こっちですね。もうこっちは鬼神、もう鬼神バージョンのガンって感じですよね。やばいっすね、目が。まがまがしすぎるでしょ、これ、みたいな。でもかっこいいよね、これ。いいですね。中二心がくすぐられて。たまらんです。で、行きましょう。黙ります。我が部のすべてを。使うがよい。武の高みへと我が義を示す。参る。
敵はなし。武神の力受け止めることができるか。兄者、すみませぬ。関雲長の部にて乱世を切り開かん。関雲長、武神となりて乱世を切る。こんな感じなんだね。あんまり関雲、そういえば自分が使ってないし、まあ使われた覚えは結構あるけどね、あんまり印象がちょっと違うというか、別人うん、まあ本来こっちなんだけどね。うん、なんかある意味こう左右対称になるようにできてるのかもね。うん、ある意味すごい、なんや、光と闇みたいな感じ。うん、まあ、そういう風に多分意図してデザインされたんでしょうけど、まあこっちはこっちで関羽らしくていいと思います。個人的には完全にもう闇落ちじゃないけど神的な関羽がいいですね。はい、じゃあ次関西。関西がこれしかないからこれだけ見ていきますか。あれでもそうだよね、対戦版まだ入ってないんだよね。その対戦ポイントガチャのとこってよく考えたらあんまりまだ更新されてないのかな。イラストで言うとどうだろう、対戦版のイラストはあんま覚えてないな。覚えてないわけじゃないけど、なんか、まあまあまあ、これ何、背中になんか武器をつけてるんだよね、多分ね。そういう感じなんだよね。なんか後ろにガードレールがあるように一瞬見えちゃうんだけどさガードレールってみたいな、ね、そんな時代にじゃねえよって。なんか、はい、確か馬に乗ってるんでよく見たらね。うん、なるほど。果てなき旅路へ出発だ。ありがとう。さあ出発だ、行こう、一緒に進もう前へ。花のように、羽のように軽やかに戦おう。少し養生しないと、誰かに見られているような気のせいかな。戦場に新たな出会いが待っている。こんな感じかな。果てなき旅路へ、出発だ。っていうか関作全然対戦でも使ったり使われたりしたことがないから新鮮ですね、ボイスがなんか、で次が甲虫だね。甲虫って、あ、甲虫、そうか、イベントだからこれしかないか。いやー、いいですね。そうか、対戦版のイラストもかっこいいですよね。でもこれはこれでいいですね。すごいなんか勇猛果敢ですね。やっぱりなんか、てかいいっすよね、甲虫とか。やっぱりなんだろう、老兵っていう感じだけどね、老いてますます盛んっていうね。そうっすね、だからこういうなんか年の取り方をしたいというかね、憧れますよね。なんかやっぱりヨボヨボのジジイにはなりたくないというね、男ならなんか思うことがありますよね。もう年取っても勇猛果敢でありたいね。まあ、病なんかやたらちょっと病弱な私が言うのもなんですけどはい、じゃあとりあえずいきましょう。我が部、老いてますます盛んなり、みなぎるわ。若いもんには負けん。射抜く、どこを見ておるか。老いてますます磨かれる弓の腕、とくと見よう。お迎えか。ようやく見つけた真の主にこの老骨を捧げるぞ。この逆境、わしの指で乗り越えてみせよう。いいですね。てか平田さん、おじいちゃん演技うまいっすね。なるほどね。そういうわけでいきましょう。てか高知ではね、お世話になってますからね。警告のいいお供ですよ。はい、長飛。これが散歩系版だよね。長飛はどうだったっけ。まあ、あれか。こっちの方が好きかもしれない。これ酒をさ、浴びてるのかな。まあいいでしょう。さてさて。難しいことはわからない。とにかく暴れさせろ。
しみるぜ。しみちゃうね。はっ、いくぜ。くらえ、突っ込むぜ。遠視と長飛の名も解くと味わいな。これもよく聞くわ。うん、この長飛様が負けるだと。勝った日に飲む酒は格別の味だな。超よく解くた俺のこと、首はじかれたやつからかかってきな。うん、で、そう、これが対戦版のね。うん、あ、これはこれでって感じだよね。うん、ド迫力って感じだよね。うん、なるほど。んで、次がこっから、違う、一回戻るからリゲンか。リゲンはこれしかないんでね。うん、リゲンはどうだろうね。対戦版のイラスト、あんまり記憶にないっていうんだよ。そんなことない、何回か使ったんだけどね。まあ多分こっちの方が良さそうですね。しかもリゲンなんか、あ、なんか昔の対戦のイメージがあるから、こうイケメンな感じがするとあれだよね。まあ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 失礼。さて、じゃあ行きましょうか。ったく、眠いってのによ。しょうがねえな、めんどくせえな。切るぜ。あんま気を張んなよ。バレねえ程度に手を抜きな。バレちまった。ギャグか。いい加減とか言うなよ。やるときはやるぜ。ま、後ろは俺に任せとけよ。ったく、眠いってのによ。しょうがねえな、めんどくせえな。さこのキャラどうよみたいなね。あ、リエンはまあこういうキャラなんでしょうけどね。あんまり好きになれなかったんだよね、そのエピソード的にもね、この人。特に前のイメージが、まあ一応、なんかこう、若気の至りじゃないけど、そういう感じだったらまだ許せるのかなって感じはするけど、いや、なんでもないです。やめときましょう。で、次が、終わったから次、星さんですね。こっからがある意味新鮮なんだよな。まあ、言うて対戦でボイス聞いてるメンツもいるんですけれど、奇跡。遺跡はどうだっけな。いろいろこぼれちゃってますね。どうって言ったらね、これいいですね。このちょっと困った感じのイラストね。確か、対戦版は何だっけ、座ってたんだ、座ってる感じだっけ。だよね、確か。魅力ながらお手伝いしましょう。戦は好みませんが、行きましょうか。行きますよ。一刻も早く終わらせましょう。これがあなたの助けになるのなら、案を練り直します。案を練る。劉備様だけが平和な世を実現できるのです。さて、どんな展開になるでしょうかね。案を練るっていうと、案子が何でもないです。そう、これこれこれ。こっちの方がいい感じもするけど、これはある意味この後のエピソードなんかな。あの、牛がいる、牛が。こう、ここで書き物をして、こう帰り際に馬に絡まれて、やめてくれよーみたいな感じなんかな。はい。じゃあ次行きましょう。次が王兵ですね。王兵は、これがサンポケモン。かっこいいですね。渋すぎる。やっぱ、甲虫でもないけど、やっぱこう、なんか、やっぱ渋いおっさんになりたい。渋いおっさんになっていきたいですね。うん。守りは任せるがいい。陣太鼓を鳴らせ。自分が行く。守ってみせる。甘い守りだな。我らが陣、そうやすやすとは崩せんぞ。自分が崩されては。その程度の軍勢で
我が守りは崩せぬ。鉄壁の守りで任務を果たそう。めっちゃ守る。で、こっちが対戦場のやつね。うん、これは見慣れた感じ。どっちもいいよね。どっちもいいな。でも、散歩ゲバンの方がいいかな。逆にちょっとこの手前にいる誰か、このむしろ手前に人がいたんだ、みたいな感じね。なんかこう、マントをバサーってやってるような感じに見えてたけど、手前に人がいるんだね、これね。こうやってまじまじと見るとイラストって結構、ね、変わるよね、イメージが。カンペはどっちかな、これもいいけど、なんかめっちゃ構えてたよね、確かね、あの対戦版は。じゃあ行きましょう。必ずや、劉備様を天下人に、一歩、前、まだ、終わりじゃない。行くぞ、拙者が参ります。拙者の運命は父と共に。届かないか。父と共にどこまでもかけていこう。父の名に恥じぬ戦いを。めっちゃある意味気負いを感じるよね。まあ関羽はね、ねえ、それは比較されちゃうのかみたいな。ああでもこれそうか、こういう感じだったっけ。ああ、いいです。これもいいですね。なかなか躍動感を感じるというか。戦場で戦っている。なるほど。で、次が、玄関か。玄関。なんか、なんやろ。野党みたいだ。玄関もね、そう。老兵感があるけど、腕太えな。いいですね。なんかこれなんか本当言っちゃうんだけど、本当になんつうのか、ローグみたいな感じがする。貴様の礼節に感じ入ったわ。見てよれ。膝はつかぬぞ。くらえ。侮る者には容赦せん。猛攻をそばへ招き入れたな。愚か者が、無礼者が、その程度で相手になると思うたか。無礼な若造にはわしが一撃くれてやろう。いいですね。で、こっちが対戦場のイラストですね。こっちはなんかやっぱ威厳があるけどね。さっきのやつはなんかすごい本当にもう野党みたいな感じだってか、すげえ、なんかこう、すげえ、ゴリマッチョ感。すごいね。まあ実際、長飛とかの方が、まあ、がっちりしてるのかもしれないけどね、カンウとか長飛の方が。いや、でもなんか、やっぱり、老兵というか、ね、やっぱその、年相応じゃない感じのこの筋肉がいいですね。やっぱこういうおじいちゃんになりたい。いいですね。さて。で、次がシャマカですね。出ましたね、シャマカ。シャマカね、これも結構イラストいいんですよね。もう本当、満足感が否めない。シャマカってどこの人なんだっけ？これちょっとエピソードも見てみようか。シャマカはさ、どこの異民族の王なんだ。結構さ、いろんな、なんだかんだで、いろんな、ね、武領蕃族っていうのがあるんだ。まあ、結構いろんな、ね、中国の方でもね、古代中国って言っちゃあれけど、いろいろいるからね、そういう、我は、蕃王、シャマカ。お前、友達。お前、信じる。中井さんやったよね、これね。戻る。出た。この次。くらえ。壊せ。なんて。くらえ。熱い。悪いやつ。全部潰す。友達。一緒なら。
負けない。すごい。いろいろすごい。でこっちもねいいよね、なんかねこれはこれで、ヒアですか、ヒア、こうすげたいね。あっちはあっちですごい。でもなんかこれ前んこっちのイラストってなんだろう、なんかすごいある意味ね、あのね FF の攻略本で昔見たような感じがするな。誰だっけな、タイタンとかじゃなくてなんだっけ、違うな、なんかゴルベーザかな、ゴルベーザじゃねえな、なんかこんな感じのイラストあったよね確か。まあそんな話は置いといて、で次シュウソウね。これはこれでって感じかな。シュウソウも昔の対戦のイメージが強いから割となんかこう結構高青年になってるとあれだよね。カウの兄さんを信じて戦い抜くっす。よっしゃ。もうこのさ上のやつが気に入ってしょうがねえよ。なんとかっすってめっちゃ言ってるやん。よろしくっす。行くっすよ。俺っちにお任せ。あんたの企み全部沈めてやるっすよ。マジっすか。俺っちの活躍に驚いたでしょ。川でも丘でも俺っちについてこれるやつはいないっす。これさ遊び心いいっすよね。こういう 年表とかもちゃんと読んでみると面白いかもしれない。本当はねそういうとこも込みでねもろもろ紹介したいんだけど、それやってるとえらい時間になっちゃうんでね。いや今回はイラストとね、ボイス紹介だけってことで、これはこれでいいけど、でもなんかそうね、サンポケ版の方が好きかもしれないね個人的に。というわけで次がバタイですね。バタイは両方とも持ってるか。どっちがいいか、結構これもこれでただなんかねほっぺについてるこれがすごい気になるんだけど、なんやろうそういうあれかな、印かな。君の敵は私が葬ろう。母、私はここに。母、全力で突き崩せ。何者が相手でも決して気は抜くな。使命を果たすまでは、真の使命を果たすまで私の心は戦場にある。誰が相手であろうと気を抜くものか。めっちゃ使命を気にしてますね、まさに思うんですよ。でこっち、なるほど、そっか、これだったらあれか。どっちもでもいいですね。甲乙つきがだし、これ頬にあれつけてるんだね、なんかねその印というかなんかあるんだっけ、その部族的なやつがここにいるぞ。っていうね。で、次がモータツ。モータツね、モータツはなんかこの能面みたいなすごい気になるね。かっけえなっていうか超悪そう。こうやって見るとめっちゃ悪そうだね。なんかもうでもすごいなんか天然にすごい見える。薬師天然に見えますけど、あなたなら私を生かしてくれそうですね。悪そうやな。私が必要ですか。攻めなさい。お求めとあらば知恵をお貸しいたしましょう。危ういか。肉親さえ旧敵となる乱世、賢い道を選びなさい。大事に扱ってもらえるなら従いましょう。いいですね。ちょっと藤原さんの感じが出てるよね、高田さんって。で、もう出す。これはこれで
この口元のにやり感がなかなかですよね。いやでもね、あれ散歩系版かな、散歩系版のあのもうすごいなんか悪そうな感じがたまらないですね。で終わりかこれで。あ違うな、そうか、今星3が終わったんですね。というわけで次が星2ですね。流鵬と、これはこれでみたいな。皆の夢を叶えるためにさあ行こう。俺は信じ抜く。た降伏しろ。続け。俺たち皆の国を作るんだ。あと職は任せた。この勝利、父上と俺たちの夢のために勝って夢を叶えてみせる。なるほど、そうか、こんなエピソードがあったんだね。てかやっぱり毛達だな。毛達が悪い人やでみたいな。こっちの方が好きかもしれない。いやでもこう落ち着きがたいな。あーでもこの剣二刀流組の感じはたまんないですね。そうだな、これは対戦版の方が好きかもしれないな。流鵬で涼花さんね。これ結構この白枠好きなんですよね。なんかいいっすよねこれ。星1意外といいっすよ、なんか枠が。イラストはまあなんとも、まあ向こう見てからいいか。凡笑ながらどこまでもお供しよう。非凡になったかな。出撃命令だな。空、指示の通りに攻めよう。私のような凡笑はただ戦い続けるのみ。撤退命令か。そろそろ了承と呼ばれても良さそうだな。平凡ながら確実な指揮を心がけよう。そうだね、なんか凡笑凡笑ってそういえば呼ばれてたの昔、懐かしいな。結構そういう推しがあったよね当時もね。懐かしいですね。むしろ涼花さんって呼ばれないで凡笑さんって呼ばれてたような気がするもんね。これはこれで渋いですね。渋いな、これはこれでいいな。こっちの方が好きかもしれないな、涼花さんは。これはこれっていう感じはするんだけれど、まあ威厳はあるけれど、いやこれは涼花さん対戦の方が好きかもしれないな。たまんないですねこのやっぱなんかニヒルな感じが。なるほど。というわけで、男性武将編がこれ見て終了なわけですが、揃ってるんだっけかな。関作が引けたし、多分なんだかんだで職限の男性武装って俺フルコンプ知ってるんじゃないこれ実は。あ、知ってる感がありますね。あ、知ってますね。完璧ですね。多分現状コンプできてるはず。多分。です。というわけでじゃあ今回は、職軍の男性武将の紹介編でした。次回は、職軍の女性武将編いきます。お疲れ様でした。バイバイです。